はい、今回からねまた新しいシリーズをやっていきたいと思います。今回はボッチザ秋月ということで、城一つ武将一人のこの秋月家でやっていきたいと思います。ちなみにシナリオは信長元服になってます。それではやっていきたいと思います。チュートリアルはありになってます。天下に名を轟かそうか。それではね、ゲームが始まったんで、まずはチュートリアルのね、ボーナス建築をやっていきましょう。ここら辺のね、米問屋とか二脱目所とかをなるべく建てた方がいいんですけど、最初ね、全く兵がいない状態なんで、今回はちょっとこの灌漑水路を建てていきたいと思います。最初はね、大名しかいないので、大名でやっていきます。あとは軍開発をやっていきます。まあ、軍開発は農村と市とで、まあ、半々ぐらいにするような形で建てていこうかなと思ってます。まあ、チュートリアルの分もあるんで、最初だけちょっとね、多めにはできるんですけど、はい、こんな感じでいいでしょう。で、まあ、代官配置はね、配下がいないので、もちろんできないです。まあ、あのね、市中引き回しにしなくていいのは楽でいいんですけど、開発できないんでちょっと寂しいですね。で、ちなみにこの城ですね、古書三条なんですけど、まあ、結構農村と市がね、多い城になってまして、まあ、あの、めちゃくちゃ弱いって感じではないんですけど、上位集落もね、そんなにいいものがないので、まあ、なんとも言い難い城になってます。でまあね、ボッチザ秋月ということなんで、あの武将はこの秋月文胤さんしかいないですね。能力はまあ、可もなく不可もなくよりはちょっと弱いかなっていう感じですね。戦法は九州なんで、まあ、戦争にはね、まあ、役立てれるかなっていう感じですね。まあ、鉄壁あるんですけども、攻められたら終わりみたいなところあるんでね。あっても なくてもみたいなところはあります。まあ、とりあえずね、最初にチュートリアルのね、建設が建て終わるところまで進めていきましょうか。はい、古書三条に灌漑水路ができましたと。まあ、それでね、ボーナス建築が終わったんで、チュートリアルは切っていきます。まあ、今回ね、かなりきつい感じにはなってまして、まあ、ただね、周りの状況的にはそこまでめちゃくちゃ悪い感じではないですね。ただ、この周りの勢力として、この大内家とね、大友家がかなりでかい勢力になってるので、どちらかには心中しないとちょっと生き残りできないかなっていう感じはありますね。周りの外交状況的にはこんな感じになってまして、まず紀伊家がここの大内家に心中してますね。で、ここの大友家がいまして、ここの鎌地家かな。鎌地家が大友家に侵入してると。あとは特に、まあ、大きなところはないですけど、まあ、なぜかここの大村家が有馬家に侵入してますね。そんなもんかな。まあ、他にもちょこちょこ、まあ、あるんはあるんですけど、あまりにもうちと関係なさすぎてみたいなところはあるんで、まあまあいいでしょう。まあそれでね、ここから秋月家の歴史が始まるわけなんですけど、まず最初に考えないといけないことが、どこに従属するかっていうところですね。まあ、候補として挙げられるのは、ここの大友家と、この上にいる大内家ですね。このどちらも、まあ、結構ね、強大な勢力なんで、このどちらかには、心中しないといけないかなっていう状況ですね。ちなみにこれが勢力情報なんですけど、大内家が兵力がだいたい1万4000ぐらいで、大友家が1万1000ぐらいですね。維新も大内家の方がまあ100ぐらい高いんですけど、まあ総じて大友家の方が有能な武将が多いんで、まあ、かなり強いというか、まあ本当にトントンって感じですね、勢力的には。まあ、それで立地的な問題なんですけど、まあ、こちらも、まあ、どちらにも結構、それなりに接してるんで、まあ、どっちについてもいいように見えるんですけど、まあ、ちょっとね、今回このプレイするにあたって、まあ、ちょっとテストプレイみたいな形で、まあ、2年ぐらいちょこちょこやったりとかしてるんですけど、まあ、結構ね、難しい感じでして、一応どっちも心中したパターンをちょっとやってみたんですけど、ここのね、大内家に心中した場合ですね、もうここの大友家の岩屋城が孤立するんですよね、ここの城。
で、ここの城が孤立すると大内家がここを狙いに来るんですよね。こういろんなところから兵出して、そうすると言うたらうちのこの古書三条が手薄になるんです。そしたら大友家が総力を挙げてうちの古書三条を取りに来るみたいな感じになって、なんか防衛は依頼できないし、大友の防衛はしないといけないしみたいなんで、こう、まあ、結構貧乏くじ引くんですよね。しかもここの、紀伊谷城の紀伊家がいるんですけど、この紀伊家は大内家に心中してるんで、大内家に心中するとこの紀伊谷城を落とすことができないんですよね。で、まあそうなると、まあ、大友に心中するのが良さそうな感じではあるんですけど、まあ、大友はね結構精力的に強いので、こっちにうちが味方しちゃうと、ここの紀伊谷城とか、まあ、ここら辺の大内の城とかも結構取られちゃうんですよね。なので、まあ、ちょっとどっちにしたもんかっていうところはあるんですけど、今回はね大友家に心中しようかなと思います。やっぱり最初にねここの紀伊谷城取れるのであれば取りたいんですよね。ちょっとな取れるかは何とも言えないんですけど、まあ、ちょっとトライを一回してみようかなと思います。というわけでね、一旦大友家に心中をしていきましょう。まあ、基本的にね、まあ、かなり小さい勢力なんで、周りの勢力のその動きっていうのがめちゃくちゃ重要になってきますね。むしろ自分の意向よりも相手というか、まあ、周りのね意向状況にかなり左右されますね。で、まあ、この紀伊谷城なんですけど、まあ、最初にここを攻め入ろうとは思ってまして、で一番最初にね何でしたっけ、灌漑水路作った分だけ兵力増えてるんですけど、まあ、それが回復した頃に一回ちょっと攻めに行こうかなと思います。だってまあちょっとね、兵が集まってきたところで、ちょっとここら辺でね攻め入りたいと思います。まあ、作戦としてはね、まあ、こんな感じでまずは先行部隊を出します。でかなりね兵力が少ないので、おそらくここの城からね、迎撃部隊が出てくると思うんで、このタイミングで、ここの本隊ですねを出して合戦を起こして一気に倒していくっていう、そういうパターンですね。でこの少数の部隊で、まあ、軍を取っていって、ここの紀伊谷城ですねをずっと包囲で攻撃し続けようかなと思います。今は2100あるんですけど、多分合戦で倒したらどれぐらい300、400ぐらいになると思うんで、それぐらいやったらねこれぐらいでも包囲できるんで包囲していきます。で最終的には落としたいっていう、そういう感じなんですけど、まあただ大友家のチャチャが入ってくることがね想定されるので、まあ、ここの紀伊谷城は最悪取れないかなとも思ってますね。でその時はその時でまあ諦めるしかないんですけど、まあ、紀伊谷城が無理やったら、おそらく次のこの立花山城ですね、ここが取れるようになってるかなっていう感じなんですけど、まあ、ここを取り始めると大内家も出張ってくるんで、大友が介入してくると大友と大内の戦みたいな感じになるんで、なんていうんですかね、どっちも疲弊するんで、ここの立花山城を取るチャンスではあるんですよね。ちなみにここの立花山城なんですけど、上位集落がねかなりいろいろあって、大農村も2つあるし、大市って読むんかな、第一か分かんないですけどとかも2つあるし、農村とか市もかなりあるんで、早めに手に入れたい城ではあるんですよね。とはいえね、第一候補はここの紀伊谷城なんで、まあ、ちょっとね攻めて取れる努力はねちょっとしていきたいと思います。案の定ね、ここから兵が出てきたので、合戦を起こすように動いていきたいと思います。これで、はい、合戦ができます。はい、まあ、あんまり大きいマップじゃないんで、大してやることもないんですけど、まあ、今回ちょっとね、ちょっと卑怯な作戦を使っていこうかなと思ってます。まあ、とりあえずね、やっていきます。凱旋です、はい、まあで汚い作戦っていうのが、まあ、いつものこの軒口破壊作戦ではなくて、まあ、この戦法ですね、急襲の戦法があるんで、これを相手に打ちまくろうと思います。
相手一部隊だけやったらね、攻撃してこないので、こんな感じで近づいて撃てるようになったらね、おっと、この吸収を撃っていくと、これで220、まあ相手の能力にもよるんですけど、220とか削れるんで、撃ったら逃げるみたいな、逃げて先方が回復するまで待つみたいな、まあ、ちょっとね気の長い先方でもあるし、まあ、相手も吸収とか持ってたら成立しないんですけど、今回はね相手が機動力下げるやつしか持ってないので、まあ、なんとかねこれで、兵力のダメージをね避けてやっていきたいと思います。まあ、相手が1部隊だけやったらそのうちね撤退していくんで、はい、というわけで勝ちました。これでねだいぶ兵力の減少は抑えられたんですけど、それでもまあまあありますね。だってでここの、軍の制圧はこのね、なんていうんですかね、先行部隊といいますか、この、城台、軍台か、軍台に任せて、本体はちょっと帰ります。兵糧節約のためですね。とりあえず一つ軍の制圧はできたんですけど、後から城からね500何がしの部隊が出てきまして、まあ、それに合わせてか分かんないんですけど、あれですね、大友が紀伊谷に攻める軍を出し始めましたね。ちょっとこうなるとさすがにこっちみたいにちまちま攻めてる戦法がちょっとできないので、ちょっとここら辺からは一旦ね大友に任せていこうと思います。あっちの大友家をちょっと見てる間に、ここの、あれですね、坂城にいる龍造寺が、ここの大村家に攻め入ってますね。まあ、能力的にも兵力的にも、このまま大村家は滅亡しちゃいそうな感じではありますね。他はまあ、まだなんとかなってるかな。で、ここの紀伊谷には、大内家の造園ですね、がちょろっと来てるんですけど、このまま大友が、取り付きそうな感じも若干あるんですよね。まあ、ここら辺はちょっと、要観察と言いますか、要確認っていう感じですね。で、大友が撤退し始めましたね。こうなると、どうしましょうかね。ある程度したら、大内家の部隊もいなくなると思うんで、そうしたらまた、ちょっとしたね、軍制圧部隊を、ここに向かわせようと思います。とか言うてたら他の部隊もやってきてますね。国衆の部隊に、後ろから、結構な部隊来てますね。どうしようかな。一旦ちょっと出しては置きましょうか、兵を。後からはちょっとね、出せないので。こんな感じでちょっと一旦。あの城を奪いに行く。もうついでに本体も出しちゃいましょうか。これで殴れればうちの城にすることがなんとかできるような気もするんですけど、どうなんかな。はい、この大内家は大友のところ行ってくれてますね。これは非常にありがたい。ここで大友が草をしてる間にこっちはねこの紀伊谷に取り付いて削っていけばなんとかなりますね。強行入ってるんで多分このまま落とせると思うんですけど、それで取り付いたんですけど、軍隊だけちょっといなくなると困るんで、移動無理か。なるほど、こうなるとちょっと困るな。まあ大丈夫か、なんとか殴り続けるしかない感じではありますね。で、軍がこれ大友にね、なるべく制圧されたくないんですけど、大丈夫かな。強行が終わるまでには、なんとか、おっと、これは合戦できそうですね。これはうまい。これでやったら速攻落とせますね。はい、勝利でーす。はい、またなんとかさっきの戦法でね、相手を撃退することができました。まあ、これで一応、兵力消費はね最小限に抑えれたはずです。だってさて、これでね兵力がゼロになったんで紀伊谷城はすぐ落ちると思いますね。はい、もう一発で終わりかな。はい、制圧完了です。池を滅亡させましたと。はい、これで2人とも投与できるか。はい、投与できました。
これでね、秋月さんついにね初の部下を2人も得ることになりました。これでね記念すべき一つ目の資料が取れたので、いつものね地方統一の話がはい出てきますと。じゃあね帰りましょうか。いやー頑張りました。なんとか大友に取られずにここの紀伊谷城は取ることができたんですけど、軍がですね2つだけも大友が通ったせいで、ここはねうちのなんていうんですかね管轄にできなくなってしまったんで、まあそれだけが残念なんですけど、もともとね部下がほとんどいないんで軍の開発もねほとんどできないんで、まあいいっちゃいいんですけどね。まあ、というわけでね、記念すべき部下第1号、第2号の人には、ここでね、上司をやってもらいたいと思います。どっちの方が強いんかな？こっちの方が強いですね。お前の喜びにござる。まあ、それでね、もう一人の部下なんですけど、ちょっとね、ここの本拠の開発が、開発用地が全く開発できてないので、ここの開発を頑張ってもらおうと思います。感謝いたす。まあ一人だけなんでね、ちょっと選定するのもそんなに難しくはないような、なんかめんどくさいような感じなんで、まあちょっとねここら辺も頑張って開発やっていきます。わかりました。はい、一旦軍の開発まあやってるところなんですけど、ちょっとねまあお金を貯めまして、ここの国衆ですね、紀伊谷城のここの国衆を懐柔するっていうのをちょっと最優先でやりたいと思います。最初はね、ほんまに国衆が大事なんで、まあ、金銭かけて、この銭の国衆が味方になってくれるんやったら、全然まあね、いいんで、まあ、ちょっとね、それにお金を使っていきたいと思います。とはいえ、全く軍開発しないっていうのも微妙かな、4やったら。まあ、基本プラスなんで、開発しながらここの、あれですね、国衆の懐柔ができるように動いていきましょうか。あと、ここの、阿蘇家ですね。阿蘇家が大友と同盟結んだみたいですね。まあ、こんな感じでね、阿蘇家と大友家が同盟を結んでます。同盟関係にあると、まあ、なんて言うんですかね。まあ、従属してると、その、言うたら、親に当たるところが同盟結んでると、そこともね、同盟結んでるような形になるので、まあ、実質的にも、ここからね、南取るか、まあ、こっちの西の方にある、城に行くか龍造寺に行くかみたいな感じになりますね。まあ、とりあえず今の段階で言うと兵糧も全然ないし兵も全然ないんで、まあもう待機しながら内政する以外やることないんですけど、まあ、内政しながらね今後どういう風に進めていくかまたちょっと考えていきたいと思います。まあ、今回完全にちょっと見切り発車なんでね、途中で積むかもしれないんですけど、その時はね続きが上がらなかったら、あ、そういうことかということで察してもらえると助かります。まあ、ただねできる限りのことはやっていくつもりなんで、まあなんとかねなんとかなんとかやっていくつもりなんですけど、とりあえず今回はね一番最初の懸念事項であった一つ目の城と、部下ですねを二人手に入れることができたんで、一旦一段落って感じですかね。まあ、あとは大友がでかくなるのに合わせてこちらもねいろいろと城を取っていかないと、こう、なんていうんですかね、うまいこと、でかくなれないといいますか、まあ、大友以外も攻めるとこないみたいな感じになっちゃうんでね、そうならないようにだけちょっとね、気をつけていきたいと思います。